集めなきゃいけないしな。へえ、ひかりちゃんの部屋ってこんな風なんだ。もうあんまり見ないでよね。こっちの箱とそっちの棚はだいたい平気。あとはその引き出しかな。私はいいけど、買っていく人いるかな？あ、この指輪なんか子供が喜びそうだな。あ、それは。うん、別に何でもないよ。名残惜しいかなって。待ってくれよ。街で探し直しか？はーい。いいっていいって、探すの大変でしょ？それに、今さら持ってても仕方ないものばかりだし。うん、よし、決まった。じゃあこれは俺が保管しとくから、よろしくね。変えてなんだよ急に。驚くじゃないか。ひかりちゃんの、あのガキっぽいやつか。まだあそこにホコリかぶってるぜ。へえ、変わってるな。500円。
おいおい、なんだよそれ。おい、ちぇ、おっと、いいところであったな。探してたんだよ。じゃあ後でいいけどさ、ひかりちゃんが落ち込んでたから。ひかりちゃんが暗い顔してるのは珍しいから気になっちゃって。体育館のあたりだよ。ほんの5分くらい前だけど。終わりだね。ちょっと気が抜けちゃった。うん、まだ時間はあるけど、気がつくと卒業だよね。私ね、この学校に来てよかった。とってもよかった。卒業まで二人一緒で楽しく過ごそうね。約束だよ。ちらほらいるね。そうだよね、授業でもないのにじーっと絵なんか描いてなくてもいいのに。散歩の方がまだマシだよ。